ゲロッチョンです。今日はですね、今回はこちらの花を今度ね、ドライフラワーにしようかなと思っております。こちらです。これはもう皆さんもよく知っている桜ですね。桜の花を今回はね、ドライフラワーをしていきたいと思います。このね、花はですね、ゲストさんのね、ところから許可もらっていただいてきておりますんで、ということでね、今回ね、この桜の花ね、これをね、綺麗にね、ドライフラワーになるか検証していきたいと思います。ではね、早速ね、やっていきたいと思います。さて、この綺麗なね、花がね、ちゃんとね、ドライフラワーになるかね、今回はね、試していきたいと思います。こんな感じですね。ドライフラワーさせる前まではこういう感じです。さて、ドライフラワーね、綺麗になってくれるのかね、やっていきます。はい、ではね、はい、こちらね、もうね、シリカゲルをね、少し引いてあります。で、そのところに、この上にね、この花をね、入れていきます。よいしょ、ちょっとね、傷まないように、で、入れていきます。よし、こうかな。はい、はい、あとはこのね、桜のこの花の上に軽くね、このシリカゲルをかぶせていきます。はい、全部ね、埋まったので、今からね、これを蓋します。はい。蓋が完了しました。あとはね、またこれを10日間ね、寝かしたいと思います。じゃあね、また10日後をね、開けてみたいと思います。はい、今日でね、10日ほど経ちましたので、今からね、開けていきたいと思います。こちらね、ドライフラワーにね、なってるとね、いいんですわ。ではね、早速開けていきたいと思います。さあ、ドライフラワーになってるかな？ちょっと写していきます。あ、どうやろ？取れたぞ。ちょっとやばいね。これ、さっ、ざっとやっていきますわ、こっちで。あ、なってるんちゃう、いけてるんちゃうかな。よし、どうやろ、いけてるかな。ちょっと待ってよ、こっちちょっと落とすわね、少し。よし、ほい、もうちょっとこっち行かそうか。よし、お、できてるんじゃないかな、これ。こんな感じです。できましたか。お、ちょ、いきます。あ、ドライフラワーになっていますね。成功ですね、これ。完璧ですね。これは綺麗にできたんじゃないかな。よいしょ、ちょっとこっちに置いてと。ほい。はい、このようにね、ドライフラワーにね、綺麗になったんじゃないかなと思います。
花びらも綺麗にね開いたままの状態で、あのドライフラワーになってくれたと思います。綺麗ですね、これ成功ですね。この花もねドライフラワーになってくれました。こんな感じです。